はい、どうもおはようございます。なっちでございます。ちょっと暑いですね。12月10日なんですけども、ちょっと昼間撮影すると暑い。僕の部屋は南向きなんで、ちょっと長袖のジャージを着てると暑いですね。はい、ということで、まあ今日も気楽にっていうか自由にやっていきます。でちょっと前に質問を受け付けた動画があったんですけど、じゃあ質問答える動画か、本当に2ヶ月ぐらい前なんですけどね、そこで使ったタグにちょいちょい今でもね来てるんですよね、質問が。なのでそれに答えていこうかなとね、ちょいちょい絶対答えるわけじゃないけど、毎回この初めになんか一つぐらい答えたら面白いかなと思って答えていきたいと思います。種属性木でドラゴンキラー持ちでスキブ2のキャラクターで何がいますかっていう質問があるんですけども、これはあれですね、あれだよ、あれブリーチじゃなくてクローズコラボの古川おさむさんか分かんないけど、あの人確か持ってますね。スキブ3個でドラゴンキラー持ちでございます。あとはね、作業服を着た学生を見たことがありますかとか、これ何なんだろうねどういう質問なんだろうねこれね。まあそんな感じで質問ちょいちょい来てるんでね、まあ答えていけたらいいなとね、毎回ね。はい、ということでやっていきましょう。今日はこちらですね。まあ前回初めて出た頃はすごい強くて、まあ今でもたまに使うんですけど、フレンドがいなくてね、なかなか使ってないこちらのキスケさんを使いたかったんだけど音が出ませんね。まあそんな感じで、使っていきたいんですけども、この人ね、4ターンでスキルが使えるので4体フレンド含めて4体だから、自分が3体入れることによってシステム的なものが組めます。ただ1列しか作れない上に封印がないので、今回はラグベルで封印をカバー、キドロップの生成はこいつにしてもらいます。よし、使ってみましょう。で今回のコラボで列が1個増えました。まあそれだけなんですけど、月曜日にまたね山本プロデューサーがガチャ引いて強化するってことなんで、さらなる強化が見込めそうですね。ブリーチはね結構強いキャラクターが多いですけども、まあぜひぜひ引いてほしいです。さあどこ行きましょう。ヘパイストスをね倒せるほどの火力は出ないと思うので、てか耐久性もないから、エジプトチャレンジトトソティス行きましょう。封印あったっけここね。まずフレンドがいるかどうかなんですけど、ほい、いましたね。さすがにコラボ復活していましたね。ビオランテで引いときゃな問題ないんだけどな。あ、これ背景統一なんだ。トトソティってなんかこんな開放的だったかなと思ったんだけど、てかね今火の番人がすごく欲しかったんで、ありがたいありがたい、火の番人であげた。あーちゃちゃあちゃ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 そうだね、欲張ってもられないんですね。お邪魔たくさん取っとく意味もないので、どんどん組んでいきます。まあ最近は劉備にアルナイロを詰めた編成でどこでも勝てはしないけど、それでいいなっていう感はあるんですけども、それ以前はねポチポチでは勝てない場所は、このキスケシステムで僕は周回してましたね。すごく使いやすいんですよ。まあ弱点は多いですけども、劉備はバインドも食らわないし、まあ、お互い封印が苦手っていう点はありますが、やっぱり劉備が強いんだよね。それに加えてアルナイルが強化されたんで、ちょっとね、なんとかプロデューサーに引いてもらって強化してほしいね。はい、チェイサーは落ちません。ここのチェイサーももう角泥にしていいぐらいだと思うんだけどね。今さらねチェイサーここで落ちても何も思わないよね。ラーは貫通できるでしょうか。オッケー、意外と火力出るんですよ。こんな感じで列も増えたんでね、2人入ってれば必要数はあるということで、3412の10、13、15個かな、列が15個あります。
まあこの人も弱点ですし、いけるでしょうと思います。でこのイシスの先生がよく分かんなかったんだけど、多分ねそのグリフォンの 99% を受けて回復せずに進んできたプレイヤーをひねり潰すみたいな、そんな感じだと思います。そしてねこいつがいた意味は完全になかったですね。まあ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 ということで、じゃあここで列組んで、ちょっと待てよ待てよ、まあこんな感じで OK。 200万ぐらい出るんじゃないかな。どすこい、260万ぐらい出ましたね。バランスタイプということで、今後また潜在キラーでもね活躍が見込めそうな気はします。はい、以上です以上ですね。本当にだからヤマピーが引いてさらなる強化を狙うっていう感じのキャラクターです。なんでこんなに攻撃がついてるんでしょうね。何かが倒せなかったんでしょうねきっとね。まあお邪魔組むってちょっとめんどくさい手間はありますけども、それなりに火力はすごい出しやすくて、システムもね、もしかすると、たくさんガチャ引いた、イチゴ欲しくて引いたって方は揃ってるかもしれないので、作ってみてはいかがでしょうか。以上、ナッチでございました。バイバイ。